皆さん、こんにちは。こんばんは。ゴッティバドミントンチャンネルです。はい。本日は、えー、ガットの投資張りについて説明していきたいと思います。はい。みんな、ガット張りって、こう、イメージできるかな。普通だと、こうやってやって、何もないラ,ラケットに、こういう風うにガット通して完成なんですけど、投資張りって言って、今回は。今回は投資張りなんですけど、投資張りって言って、もともと通してあって、それを貼るっていう、 まず最初の一工程を説明していきたいと思いますはい完成版ですねこれが通し針の完成版ですねはい用意するものはラケットとガットとハサミでもっと詳しく説明すると通し針っていうのもこう2種類あってでこれが一般的な通し針っていうやつなんですよこれが一般的な通し針なんですけど2つ目は富岡針っていって あの富岡高校さんがやってる投資バリもあるんですけど、まあ、それは需要があったら、まあ、説明していきたいと思うんで今回はこの一般的な投資バリについて説明していきたいと思いますはい、はい、用意するのはガットとハサミとでまずはえっ、ー、とガットを取るまずはガットを取るえっ、ー、とゴッティは あの引く力が強いんで大体11本ぐらいでできちゃうんですけど、まあ、皆さんの場合はどうなんだろう13本ぐらい取ってもらえたらいいかなと思いますだから、まあ、今回ゴッティ13本取ってみますね結構アバウトでいいです結構多めの13本できっちりやらなくていいのでまずやっていきましょうはい1234567、はい 8、9、10、11、12、13、このぐらいですね。ああのまあ11本でできちゃいますね、ゴッティ。あのー、なんでかっていうと、ゴッティは面がちっちゃいラケットばっか使うんで、あんまりそのガッと面ンデカと違ってあんま使わないんで、なんで11本で通せちゃうっていうのはあります まず第一段階目は玉止めを作ります。玉止め。い一番重要だから本当によく見てほしいです。で、まず玉止めを作る位置は、真ん中から、1、2、3、4、5、6、7、8、8個目の穴に入れます。8個目の穴。入れて、ちょっと伸ばしてもらって、輪っか作ります。輪っか作るじゃないですか。作ってこう先ちょんって出てるじゃないですか。それをこの中に入れる。 で、また同じ形になりますね。こうなって。また中に入れる。また同じ形になって、また中に入れると。で、また中に入れる。これを、6、7回ぐらい繰り返してほしいです。また中に入れる。これ6、7回ですね。いってほしいですね。入れる。 67回何回やったか分かんないですけど67回やってほしいですこれの玉止めがしっかりしてないと本当にスポンって抜けちゃうんでこう最初の張った時にそうなると本当にに面倒くさいんで本当にこの玉止めだけはガチで重要です、はい、67回ぐらいやったんでこうなるじゃないですかあとは普通に。 こう持ってそうですね最後はここからこういうふうにやってもらえばこういうふうになりますねであとはこれをあともう一回一回だけこれは一回だけ入れる一回だけ通してこれで終わりこれですこれが玉止めなんで まあ噛んでもいいんで全然結構引っ張っちゃってもらっていいですこういう感じででクッてなってもほら止まりますよね止まりますよねクッててクッ大丈夫ですねではい次はえっ、ー、と12本目に入れます下から12本目なんでここが8として8910111212本目に入れたいと思います12ですね1212 12 で、これは、えっ、ー、と、ゴッティは、ゴッティの考えでは、その横、横横の終わりの次のでかい穴に入れるっていう。でかい穴。ここが、このし、ここが、ほら、ちっちゃくなってるじゃないですか、グラメットが。で、次の隣がでかいんですよ。で、これは、ここが横の終わりを示してるってことなんで、そこに入れます、ここのでかいところに。 そういう感じで言ってるんですけど多分正確にはどうなんでしょう、まあ、ラケットによってその連結グロメットだったり普通の一般のグロメットだったりするんでちょっとあれなんですけど1234567891011111213141516まあ上から16ですね16人いて入れてもらえれば間違いないですけどゴッティはそういう16本目とか 数えてるんじゃなくてここの横の終わりの次のこのでっかいグロメット横の終わりのでっかいグロメットに入れてます、はい、で伸ばしていきましょうはいで次は上は 1一個ずつ穴を開ける。1個ずつ開ける。隣に入れるんじゃなくて開ける。ここを開けて通す。で、ここ重要。下は絶対11個目は開ける。で、11個目以外は全部通す。11個目以外は全部通す。下から11個目以外は全部通す。 で、ここも重要っすね。こう、9から12に入れたここの穴あるじゃないですか。そこより、さっきの通した穴が上に来てるんだったら、ここに入れる穴も上に通す。こう、下に入れちゃうと、難しくなっちゃうんで、こう、上に入れる。上に。上に入れる。はい。で、上は、 1一個ずつ開ける。上は1個ずつ開ける。1個,個ずつ開ける。で、上は1個ずつ何でしたっけ皆さん開けるんですよ。開ける。 で、下は、11個目以外は、開け、ない。OK? まあ、で、ここの玉止めのところに入れたあたりで、まあ、こういう風にしたいと思います。まあ、上手い人は、もう慣れてきた人は、こういう風にしないんですよ。上手い人はこういう風にしないんですけど、まあ、わかりやすいように、ここに付けてるってだけですね。 うまい人はもうここぐらいで止めてるんですけど、輪っかを。でもまあ最し、まあおし、最初に教えるんで、ここに通したいと思いますの。そっちの方がやりやすいんで。うまい人は、ここにかけなくても全然こう通したりできるんですけど、こっちにかけた方がやりやすいです。ってことで、この、ここを、こう通したじゃないですか。隣の、 隣のところを引っ張っちゃいます。引っ張っちゃう。引っ張っちゃう。で、次は一番端のところを引っ張っちゃう。で、引っ張ったら、ここ、12本目のところをこう引っ張ってくる。あまだ足りないってことは、もうちょい引っ張っちゃう、ここを。隣を引っ張って、横を引っ張っちゃう。この時、上ですね。上を引っ張ると、こっちが引っ張ってくるんで。 12本目のここの上の穴ですね。12本目、ここの穴を引っ張る。で、こう引っ張ったら、お長いでこで、この8個目の穴のところの伸びてるガットから、まあストリングから、こうですね。こういって、こう。ここはまあちょっと難しいんで、まあコツいるんですけど、こう。 この9本目の穴をしっかり引っ張ってきて、引っ張りすぎるとこっちがクイインって曲がっちゃうんで、いい感じの力で引っ張ってきてもらって、こっちに伸ばします。でこんぐらい余ったら、この上側を引っ張る。あ上、上じゃないですね。すみません。下側ですね。下を引っ張る。下を引っ張る。で、次はここですね。で、ここの下を引っ張る。 下を引っ張ったら今度はここを伸びてるやつを引っ張るとこうなりますねこうですねこうはいどうでしょうかえー、まあこういう感じでやっていきたいと思いますであとは下の穴は何でしたっけ開けないんですよね下の穴は開けない えとすごい細かいこと言うとここのここの輪っかはぶっちゃけいつ作ってもいいですいつ作ってもいい最初に作ってもいいですし、まあ、ここぐらいまで通しちゃってこうやって引っ張って引っ張って引っ張って通しちゃってもいいです横に行く前だったら全然ここの輪っかはいつ作っても大丈夫なんであのはい気にしなくて大丈夫ですあ作り忘れちゃったとか言ってなんか最初からやり直さなくて大丈夫です と,とりあえず横までにいけば大事ですね。横行かなくように。で、はい。すんません、しゃべりすぎましたね。はい。上は開けないと。あ、開ける。上は1個開ける。上は1個開ける。で、もっと言うと、真ん中から6個目と5個目は隣同士になる。上の6個目と5個目は隣同士になる。開けないってことですね。隣同士になる。1、2、3、4、 5 6で65じゃないですかここは開けないっすこっからここ4に行くんじゃなくてこっから下から5に行くってことです6と5は隣6と5は隣って覚えておください頭、ね、引っ張る頭引っ張る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 いや13あれだなちょっと長えなまあいいけどはい はい65開けない65開けないでこっからはもうあと一緒っす下下開けずに下開けずに65になったら下開けない下開けない65は隣同士で68っていう感じで飛ばします6から隣は67じゃなくて685668っていう感じで 上は空きていくんでそこまでお願いしますねだからすいません一旦中断しあの時短っていうことでここまでの部分は通しますけど56隣同士だけど6と7は隣同士じゃなくて68になりますでちょっとここまでえっ、ー、とちょっと時短でいくんでここまでは解説しませんこっからはもうあとはずっとやっていくだけなんでちょっと中断しますねはい はい。皆さん、5本目まで行きましたか ?5 本目の上の穴まで。そこまで通したら、あと同じですね。6までは一緒。6までは一緒。1、2、3、4、5、6。はい。隣同士ですね。はい。こっから、さっきと逆っすよ。こう来てたんで、ちょっと空回りするかもしれないんで、ここは一緒にやっていきましょう。ここは一緒に。6、8ね。8。 6、8なんで、開ける。7個目は、開ける。開けますね。で、下は11個目以外は、全部、何でしたっけ入れると。はいここ。ここら辺は一緒にやっていきましょう。一緒に。結構ゆっくりやってますよ。で、開けると。開ける。開ける、開ける、開ける。そこからはもう全部、上は開け,開けていきます。開けていきます。で、ここも開けると。 はい、開けます、開けます、1個開けると。はい。で、下は11本、下から11本目は、だけ開ける。下から11本目だけ開けるってことなんで、ずっと開けないですね。ここは、はい、ここも開けない。だけど、上は1個開ける。はい、OK。で、あと、上も開けると。 で、はい下はあここ11本目だってことはこっちに通すはいやりましたねはい縦縦完成って感じですね、はい、まぁ、あ、ちょっとすみませんあのみんなま真似しなくていいんですけど、うん、こういうふうにちょっとゴッティを縦糸のありをこっちにちょっと伝えるって感じですね こっちに伝えるいや、皆さんは真似しなくていいですからね。ゴッティだけやってください。で、はい。次は、に、し、ろ、や。9本目に横を入れましょう。9本目。で、こういくんじゃないですよ。こう、適当にこういって、こう入れるんじゃなくて、じゃなくて、最初、下から入れたら、次は上から。で、次は下から、上から。下から、上から。 下から上から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 下から,から,下からでこっちは9に入れます245や9ですね9ここですねここに入れていっちゃいまーすはい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 、はい、えゴッティは結構強めに引っ張ってます強めに引っ張った方がいいですねはい 絶対強めに引っ張った方がいいと思います。あの、最後まで行った方が張りやすいんで、なるべく強めに引っ張ってますね。はい。ここも重要ですね。ここ、あるじゃないですか。ここはですね、こうクロスに行くとめんどくさくなっちゃうんで、ここより、ここより上で行ったんだったら、ここも上に通しちゃう。10本目。あ横は開けないです。横を行くときはずーっと一緒です。ずーっと一緒。開けないです。なんで、行きましょう。 はい。あ、ここが、ここが上から通ってる。縦の上で通ってるってことは、縦で上行くときに、ここが下になればいいんですから、最初は、上で行きましょう。でした。ほら、見て。ここ、上になってますね。横、上。だけど、上の横糸は下。完璧です。完璧だぜですね。で、あとは、 あ今、下で入れたんだったら、次は上、下。で、ゴッティは、ここのフレームを触りながら上上、上下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 ってやってますね。こういう感じで。で、はい。あんなに高速でやってどうなってんのみたいな感じにな思うと思うんですけど、はい。 完璧だぜって感じですね。下。あれ上は上の方は上になってる。完璧だぜってやつですね。はい。こう普通に通しますね。はい。入れる入れる入れる。あとは強く引っ張る。強く引っ張る。ほいしょ。で、ここの、ここの、ありますよね。12から9行くときに。12から9行くときに。 ほら。ここの長い糸より、こっち側で行ってんだったら、次のやつも上で行きましょう。そっちの方が貼るとき、楽になるんで。はい。これですね。はい。もう何度も言いますけど、ここが下になってる。ここが、最後下になってるってなるんだったら、上は上で行きましょう。上になるように。はい。ここが下になってんだったら、次は上。はい、上。 で、あとは、まあ、ゴッティはこうやってるんですけど、他の人はどうやってるかわかんないです。こうやって。フレームを使ってやってます。で、まあ、一応見ときましょう。はい。こっちは、下の方がこう上になってんのに、上は下。完璧だぜ。ってやつですね。えっ、ー、と。上と下は違うんですよ。上と下は。一緒になってたらどこか間違ってるってことですかね。それだけ覚えておきましょう。 またはもう強く引っ張っあ、でも強く引っ張りすぎると指切れるんでほどほどにしてくださいね。はい、またここに入れると。入れる。ここが上で通ってんだったら、下ですね。下。縦より下。こっち側に通す。で、下。で、上、下。って感じで、まごってフレームを使いながらこうやってやってますね。 はい。で、見なさい。こっちはい、下ですよね。ってことは上になるように。ほら合ってる。完璧だぜ。<noise> 俺の書いた手の広の上で,で <noise> 踊ってるわ。<laughs> 好きだななまじり服からも。ええー、はい。やってみましょう。これも。あとこうですね。はい。あここが。 上になってる上になってるってなったらここは下になるようにしなきゃいけないんで上下上でやったら次下上でやったら次下っていう感じではいもうここも何ななりとそっ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 そ,っそっいきましょうはいお,お大丈夫だほらここが縦側の上で通ってたら下側で通ってますよねでこっちも下側上側 で、上側できたら次、下側で行かなきゃいけないこう。交互交互に上下を繰り返す。交互交互に上下を繰り返す。皆さんここまでついてきてますかあとはもうこれを繰り返すだけです。なんで、ここの、縦。 縦までこれをずっと繰り返してもらって、もらってほしいです。ここ、ここの、ここまで行くようお願いします。ってことで、早送りします。時短します。はい、中断です。はい、ここのでっかい最後のところまで来ましたかここまでこう、上下上下交互交互にできましたかはい。ってなったら、次はここですね。縦と横の連結のところに入れるんですけど、これ結構ね、 なんか、いかないんすけど、まあ、頑張って入れてみてください。こう、ゴッティも入れんの苦労するんすけど、こう逆側にしたり、右の方でこう入れやすかったら右側にこうくるんってしたりして、頑張って入れてください。はい、入りましたね。もうあとはさっきと一緒。ここの下が下になってんだったら、上からはい、入れる。で、あとは交互交互で。もうあともう本当に交互交互。ずーっと上下上下上下っす。 ずーっと上下、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 上下。ずーっとそうやってるだけ。ずーっとそうしてるだけ。で、こう、外からこう入れるのもむずいんですけど、中から外もむずいんですよ。こういう感じで、頑張って。なーって、刺さるんで、絶対。で、連結のところ、縦横の連結は結構入れるのむずいんですけど、そこは頑張ってほしいです。 で、はいまた次も行きましょう。こうなってるんですけど、まあこれも難しいんで、頑張って入れましょう。頑張ってここの間に、頑張って入れてほしいです。あとはもう交互、交互に。あんともう交互に。で、しっかり下の、下がどうなってるかちゃんと確認してくださいよ。ほら、上になってたら下。 で、こっちが下になってたら上っていう感じでやってほしいです。交互交互っすよ。絶対。やっぱ。そうっすね、ここむずいんですよ、ここトーンの。なんで頑張ってこうやったりして。 入れてみてください。で、ここもグレ、グロメットが大きくなってるってことは縦横連結グロメットなんですよ。なんで入れちゃいます。ここは飛ばしません。縦横大きい穴なんで、連結グロメットってことなんで入れてください。で、はい。ここが上になってるってことは、はい。下ですね。で、これはあとはもう上下、上下、上下。上下やるだけ。 はい入れるオッケーはいもうあとは入れていくだけ入れていくだけ何でしょうヨネックスのアストロックス99と 9 Pro と 88S Pro はなんか連結グロメットになってるんで、そこは、なんでしょうあ。まあんま説明できないですけど、こういう風に、こう、連結グロメットと、横のグロメットをしっかりしてるところは、このゴッティの、遠縛針見てもらえばわかりやすいと思います。はい。で、ほら、見てください。 これ、グロメットちっちゃいですよね。ってことは連結グロメットじゃないんですよ。なんで、ここは飛ばしましょう。連結グロメットじゃないんで、この、間のところですよ。この何も横も、あ、縦糸入ってないところに入れちゃいましょう。はい。これは横専用のグロメットです。横だけ入れる、グロメットですね。はい。ほらい横だけしかい。 ありませんここのグロメットにはすいませんちょっとサングラスしてるんであれなんですよちょっと難しいんですよほらここも頑張ってこうやって調節して頑張って入れてくださいはい、うん、ここもここも 縦だけなんですよ。ここは、こんなにちっちゃいってことは、横穴範囲内んで飛ばしてください。まあ、連結グロメットは、えっ、ー、と、99プロとか88ロ、88S、えー、プロみたいな、連結、全部、ここ連結グロメットのところは、全部飛ばさなくていいです。もう全部入れちゃってください。えっ、ー、と、まあ、これ99プロなんですけど、飛ばしてないですよね。飛ばしてないですよね。ほら。 飛ばしてないですよね。で、あとは、最後は、1、2、3、4、5、6、7。上から7まで通す。上から7まで通す。99 Pro の場合はですよ。連結グロメットになってる場合は飛ばさない。飛ばさない。だけど、これは横専用、縦専用みたいな風に。これは一般的なラケットなんで、横専用、縦専用みたいな風になってます。99 Pro と 88S Pro だけなんで。はい。そこは、 やばい、全部、連結グロメットだってなったら、こんな焦んなくていいんですよ。全部通す。全部通す。上から7まで全部通す。それだけ覚えてもらえば。こっちは、ちゃんと横、縦横しっかりしてるんで。はい。あ、これ。これはもう横入んねーなーってことなんで、飛ばしちゃいましょう。で、ここ、空いてるんで、ここは横だけですね。ここは横だ横専用のグロメットなんで、入れちゃいましょう。 あ度もこうやって上下上下入れるだけ本ほんとはスッて通るんですよ。なんですけど、ちょっと、グラサンしてるんで、ほら、ピッて通る。<う>えー、ほんとは、これで完成です。これで完成でございます。なんすけど、ゴッティの場合はっすよ。ゴッティの場合は、結構通し針を、 楽にさせる方法は、まあ、まずここら辺ぐらいで切っちゃって、えっ、ー、と、玉止めするところ、玉止めするところに、ここなんですよ。1、2、3、4、5。5個目に玉止めするんですけど、大体。入れちゃいます。入れちゃって、ここの上の部分に玉止めを作っとく。と、抜けないんで。まあ、 通し張りすれば分かりますよ。はい。こういう感じで通してます。はい、これで通し張りは完成です。